イトルが取れなかったっていうのはあるが、あれなんだっけ、年内これをとりあえず保持して最終的に確か決定戦があるようなこと言ってなかったっけ。まあ俺の把握の仕方が悪いのかもわかんないけど、あれだよな、一回取ったからずっと持ってるわけじゃないんだ。 年内もう一回でも矢野がチャンピオンになってんだから、あれがやるっつったらできるんだよ確か。違った、まあ、つってから多分そうなんだろう。岡田にちょっと触れて本当は勝てるかもしれない、本当これくらいのところまで行ったんだけど、やっぱあのドロップキックすごいね、鼻が取れたかと思いました。それ以上に真田喋れんじゃねえか、喋れよこんなやろ、最初から喋ってた、反省してんのかと思ったら、もう口が動いてるのに声が出てこないからよ。で、いや、あの勝ち負けにすら触ることなくフォーエバーを、何恥ずかしいことはない。まあなんだかんだ言ってあのまま行ったら多分ギブアップしてたけど、まあそれは矢野さん応援戦やりません、お願いします。なんかせっかくなんだからさ、こういう変則的なスタイルなんだから、またルール持ち合ってさ、投票してさ、楽しもうよ。まあ、KOPW 最初の保持者が決まりましたけども、まあ、残念ながら僕は勝つことはできませんでした。まさかね、金的呼ぶプロレスリングで最後は終わるとは思わなかったですし、僕が提唱しておいて、僕がまさか3カウント取られることになるとは僕が一番思ってませんでした。やっぱりフォーエフォーエで難しさがありますし、普通のシングルマッチのように戦っていれば、やっぱり隙も生まれるんだなと改めて思いました。本当にこのね、まあ試合時間何分ですかね、そんなに長いこと言ってないと思うんですけど、10分も言ってないんじゃないかなと思うんですけど、10分以内にスリーカウント取られるなんて、レインメーカーとして、初めてなんじゃないかなと思いますし、まあ、今日でデビュー16年、最短記録ということで忘れない日になったんじゃないかなと思います。まあ、僕が KOPW 提唱しましたけども、まあ、これから僕がああだこうだ言うつもりもなく、これからも矢野さんが見せていくことなんじゃないかなと思います。なので僕は僕でしっかりと、まあ、とりあえずは G1 も始まりますし、 G1 が終わってまた KOPW なのか IWGP なのか IWGP タッグなのか、何を目指すのかわからないですけど、まあとりあえずはこれからは、まあ、KOPW 自分で言っときながらめちゃめちゃ悔しいですけども、とりあえずは G1 を目指してやっていきたいなと思います。矢野さんに歌詞も作ってしまいましたしね、まあ矢野さんは矢野さんだったなと、そこに対応できない自分がすごい悔しいです。あとまあ21年ぶりの明治神宮野球場大会ということで、やっぱり野外ということで試合やっててもすごい気持ちよかったですし、まあやっぱりその、ね、まあ、こういう状況なんでお客さんが、ね、こんだけの数しか入ることもできない、声も出せない、その中でしっかり応援してくれる中で、またぜひやりたいなと思いますし、その時はね本当にもう超満員の明治神宮野球場でたくさん声を出してもらえて、そしてメインイベントのリングには僕が立ちたいなと思います。ありがとうございました。KOPW、 最初に取ったのは俺だ。
こんな俺でもパッとワッと取れちゃうタイトル、それで KOPW、 こっから俺の好きにさせてもらえるの、これさせてもらえないの、ファン投票なんだよね、何でもいいじゃん、何だってやってもいいじゃん、可能性は広がるさ、やろうよやろうよ、みんなやろうよ、楽しいことやろうよ、 KOPW、 KOPW、 とりあえず俺が落ちてたからな、おい今後今年中これを防衛していけばもっとでかい